使えない。あ、ゼロツーは使えない。どうぞ勝手に使ってください。ゼロワンも後期使いたい方はどうぞ使ってください。ただしコマンドを失敗した場合は失格です。その程度のコマンドが出せないようではリーブに勝てないだろう。そしたらゼロ星が締め切り、締め切りです。締め切り。接触が悪いな。これが接触悪い。ああ。ゼロ星が21人ですね。それじゃあ21人でトーナメントをすぐ作成するので、まずはまあそれが成功です。あ、これはあ、ゼロ星が見せる方とキャラクターによっては回避がある。あ、ゼロ星が見せキャラ回避なんで、キャラクターの制限は特にございません。イズムも、制限ございません。なので好きなイズムを使って遊んでいただければなと思います。トーナメント表作成次第ゼロスリー大会始めたいと思いますので、まだまだ時間ありますから。はい、東京に住んでる、東京に住んでる那須塚陽一さんから大阪土産、東京にいる陽一さんからの大阪土産で粉もん三兄弟をいただくので、早めのケースを食べてください。ただいま宝箱ゲーム2カード07が032台で、それが入った01の初期バージョン1個で、02、02アルファと0シリーズが6台稼働でフルもう対戦すごいですね。0勢の意地を感じます。そんなメンズ表作成次第、大会の方を締めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。スピードは、今回は前作でノーマルボケットとしております、老人勢が、使用するので老人優しいルールになってますので、ガチ勢ごめんなさい。あ、昇竜拳出ねえとかじゃなくてアッパー出ねえからさ、老人よろしくお願いします。
あ。はい、下でじゃあ03ですね、03参加エントリーした21人ですね、21人の方はくじ引きの時間です。とこちらにあるトランプ、好きなトランプ1枚引いてお名前だけ教えてくださいと、陽一さんが、陽一さんどこだ、名前、あれ名前違う、はい、黒の2番、はい、タラバーさんがジャボさん赤の8番、はい、くじ引き、あ、そうさん引いちゃった、トーナメント表を決めるくじ引きをしてます。03のトーナメント表組み合わせ決めのくじ引きをしてますので、くじを引きにくださいオーガさん7番、黒の7番、はい、6番、はい、くじ引きをやってます。
はい、くじ引きやってますので、くじ引いてお名前を、これちょっと一番上からって言うないでしょ、好きなのから引いてくださいね。はい、トッピーさんが赤の7番、トッピーさんあった。はい、はい、どんどん引いてください。お名前だけ教えてくださいね。ふうみんさん、ふうみんさん赤3番ですね。はい、天宮さんが黒の3番。はい、バージョンさんが、バージョンさん赤の5番。はい、はい、レオンさんが赤6 L 知ってるか。はい、好きなところから引いてくださいよ。はい、エモンさんあった、これが黒の1番。はい、赤の1番、ごめん、どこ。あ、はい、フォレさんが赤の1番、赤1だよね、赤1、フォレさん。はい、で BBC さんが赤の2番、 BBC2 番。はい、北さんが8番、黒の8番。はい、はい、なんだこれ、かやアット渋関税さんと、ヤガモンさん、こんちゃんさん、ハレンチタツさん、くじ引いてくださいな。はい、好きなの引いてください。かやさんが4番、黒の4番、かやさん。はい、ヤガモンさんが黒の9番。あと今吉さん、こんちゃんさん、ハレンチタツさんさん、くじ引いてくださいな。まあ残り3つしかないです。はい、今吉さんが、はい、11番、黒の11番、今吉さん。はい、ハレンチタツさんとこんちゃんさん、どっちでも早いもん勝ちです。もう2択です。はい、タツさんが5番ということで、残ったこんちゃんさんは赤の10番ということで、くじ引き全員無事に終了したので、これをトーナメント表に反映します。少々時間ください。よし、トーナメント表作成次第大会の方を開始したいと思います。01と02はまだエントリー募集してますんで、参加したい方はカウンターまでよろしくお願いします。お好み焼きせんべい、たこ焼きせんべい食べたい方、カウンターに置いてあるんで、どうぞご自由に、どうぞ参加賞です食べてください、よろしくお願いします。お客さんのお土産なんで、美味しくいただければなと思いますね。01と02はまだ大会、募集してますね。なので参加希望の方はカウンターまでエントリーの方よろしくお願いします。ワンタイトル100円になってます。本日も高田のババゲーセン味方に多数のご来店誠にありがとうございます。本日はゼロ戦と呼ばれる、ゼロシリーズの大会をやりたいと思います。ゼロ3、ゼロ2、ゼロ1の順番で大会を行います。ゼロ3大会21名、エントリーがございました、ありがとうございます。イズム等の制限、キャラクターの制限もございません。自由に遊んでいただければいいんですけど、スピードだけはノーマルで固定させていただきます。帝は老人が多いので、老人勢 のための配慮になっております。ガチ勢の皆さんは、老人に優しくノーマルでお付き合いください、よろしくお願いします。
テオナメント表作成次第試合の方を開始したいと思いますので今しばらくお待ちください。どうぞバンバンになってください。さあ、タオーナメント表の作成が終了した。じゃあ、はい、雨宮さんと小屋さん、そうですね、全部で、全部で20戦ですね、21人で20戦で、1回戦というか0回戦的なものが、5試合ありますね。でそれをやり終わってから、まあ、残った16人で、まあ、通常トーナメントという形になります。はい、雨宮さくらさんと小屋さんのブランカ、雨宮さくらさんと小屋さんのブランカが1回戦第1試合ですね。はい、でその次が大賀さんのゲンと北さんのサガットです。でその次がヤガモンさんのバーディーと浜子さんのホンダで、その次がフーミンさんのベガとソウさんのケンで、タラバーさんのザンギと聖騎士さんのベガということで0回戦が5カ所あります。で今これ、バージョンさんとカヤさんですね、のじ合いが終了次第大会準備してゼロ戦第1種目ストリートファイター03スタートしたいと思います。はい、じゃあカヤさん、じゃんけんして席を決めといてください。さあ今日はゼロスリー設定変えますね、ごめんなさい。設定変えたらじゃあ始めたいと思います。ゼロスリープレイヤー勢と、親父スト2勢が夢のコラボということでゼロスリー大会ノーマルスピードでやりたいと思います。いやー昨日あれだね、 SNK のゲームでサムライスピリッツで大会やりましたけど、カプコンのゲームはいいですね。この辺の設定がしっかりやってます、しっかり作られてるのね。はい、じゃあ準備終わりました。だからこれ思いっきり身内らしいです。え、1回戦あ、そうなんですか、身内対決ですか。
よし、じゃあゼロ戦第一種目ゼロスリー大会始めます。まずゼロ回戦、ごめんなさい、天宮さんと天宮さくら、天宮さくらとカヤブランカ、カヤブランカワンピー側、ワンピー側、ワンピー側カヤブランカ、スーピー天宮さくら、じゃあ始めてくれ。Z イズム、お互い Z イズム、おー、ゼロシリーズ愛してる、ゼロイズム、あ、Z イズム選択している。電撃からローリング、じゃかして追い返して波動拳仕切り直し、いや遅えなこのゲーム。社長一応うち自らがノーマルを言ったんですよ。遅えな、自分らで言っといて遅えでもいいじゃないですか。ストリートファイターですよ、まさにストリートファイター、この差し合いを楽しんでこそストリートファイターですよ。ゼロスルーは空中ガードとかあるから、なんかあれですかね、ノーマルはやりすぎましたから、やりすぎたからね。まあいいや、とりあえず距離を取ってお互い技を交換し合う。ローリング打って、その次反撃しっかり証券打っていく、スパゴン入れて、で余計なもん食らっちゃって、そしてこれ本当技によっては起き上がりに技重ねてるか重ねてない見てからコマンド入力ボタンを押すだけみたいな感じとかできますね。さあ天宮ジャッカシから飛び込んだところ、ブランカに落とされて、まずはカヤブランカ一歩選手、さあカヤブランカ開幕電気、おっと大足、はい、あ、大キック入って、また電気、ジャッカシ入れてから大キックで、電気ゲージダメですか、電気で、ゲージダメですかね。ローリングは反撃食らって、起き上がり、しっかり食らって、おめえかっけー、これは親父勢注目ですよ。これはああいうのが入るんです、覚えててください。つうかその前にさくらって誰みたいな、やめてくださいね、そういうのね。証券さくらって、え、竜の子供みたいな、竜の子供ちげえよ、親父になりすぎだろそれっていう、ちげえよちげえよ。さあ距離取って、さあ、カヤブランカ、体力ねえけど飛び込まれて、ジャッカシ、シューガー、足を空中投げ、そのままスリーパーホールドで、まずは、何でしたっけ、さすがにスピードが遅すぎて、昇足2発すらおぼつかない。そうですね、一歩取り返す、ダキック、ローリング、ローリングで昇圏で、でも減らないね、減らないね、5ヒットくれた、昨日サムライスピリッツの大会したから減らねえ。で、昇から大昇圏、しっかり昇圏、大足、重ねて飛び込んで、もう一丁ダッシュキック決めていく、とタッチキックつながらず、ダッシュキックつながらない差し合いから飛び込んで、大パンチ、大パンチ、大パンチの、これはパーフェクトじゃないですか、危ないですよ、少しぐらい削っときましょうね。とダッシュキック、ワイルドダンス食らって、ワイルドダンス飛び込んで、当たんない、投げを今、投げ狙ってましたね、投げですね、カラカラバレるから恥ずかしいっすね、ゼロスリー遅いと恥ずかしい、ゼロスリーどうなんだ、飛び込んでファイダンスでゲートガードクラッシュ、ガードクラッシュになるぞ、スパコン出して、出しただけ、お出した、やべえ、うめえ、おー、さくら、見てからスピード呪いのまだし、ごちそうさまということで、ごちそうさま、なんか俺には普通の対戦に見えましたけど、どうなんでしょうか。天宮さんが勝ちました。天宮さん大勝利おめでとう。さあ次が大賀さんですね。大賀さんの剣と北さんの佐賀とですね。大賀剣、北佐賀と、じゃんけんして席を決めてくれ。後ろにいる。後ろにいる。志村後ろ的な感じです。志村後ろ。じゃあ、大賀さんが。ワンピー側に北さんですね。2P 側に大賀さん。大賀さん昨日サムライブ出てた。あ、サムライスピリット星大賀。新潟から。今日は新潟から Z 剣、Z 剣ですね。剣で。Z? Z。そして 1P 側は、北さんですね、北さん下がって、北さんと下がって、これまたまたしても Z イズムですよ。お前らゼロシリーズ好きだな、 V イズム使わねえのか。でもインスト見て今 X のインストだっていうのでがっかりした感じの北さんがです。これ普段ここの筐体 X が入ってますからね。これインスト見ても一つ X だけですよ。そうですよ、インスト見ても何も載ってません。タイガー2は昇竜キックですよ。そうですよ、そしてあの波動斜め上なんかじゃ出ないですからね。さあ転がって剣が大パッチ当てていく、2ヒット。このゲーム、ロケテン時だけの仕様で、ゲージマックススタートにしてたのを、はい、直すのは制定発売っていう話を聞いたんですけど、あ、まあ、その辺はタラバーさんに当てて、ごめんなさい、タラバーさん、ゼロスリーは知らないね、そうですね、アッパカット当たって、と投げて、もう一回当たって、
例えばどこローキック鬼のローキックが入ってキックの鬼ですねキックの鬼の一歩選手さあ2本目さあオーガーこれはちょっと一歩取り返さないと話にならないですね中足刻んで転がったところなんで目の前で植えたいがなんで植えたいがやそして激怒ちょっとスピード呪いからちょっとミススピード呪いから微妙レッド技うまいですね足払い刺さんない距離取って様子見様子見ね相手が飛んできたら見てからガードガードガード足払いから繋がんないシュガーラッシュそしてそっから距離取って起き攻め足払いと大パンチで無理やり殴って一歩取り返すこれおっせえな自分で言っといておっせえなって感じですけどねこんな遅かったっけこんな遅かったっけ疎通ダッシュみたいですけどねごめんなさいね投げてゲイナンタイガージャンプで受けて足払いオーガーゲインさあどうする飛び込んで足払い空中ガードお空中ガードなんてあるよこ このゲームすごいですね最新ゲームですね最新ゲーム最新ゲームだすごいぞ最新は格闘家空中でもガードゲームだあっとレベル3パナしてレベル3パナして足払いから転がって受けていくゲージが残っているのはゲンですねオーガーゲインさあ空中からマキシマムスパイダーはガードこれね違うゲームです違うゲームだ違うゲームダイパーから飛び込んで下ダイガー下ダイガーのダイガーさあオーガーゲインあとねダイキッ キックラッキタさんが勝つと下さん1回戦突破おめでとうじゃあ次じゃあ山子あヤガモンさんと浜子さんじゃんけんして、席を決めてくれヤガモンとさあバトルファンタジアの世界からヤガモン参戦 2P へそして親父スト2勢浜子ホンダ 1P さあじゃあ準備ができたら勝手に始めろバトルファンタジア勢と親父スト2勢脅威の戦いおちゃんと親父ブリズムとか分かってんのですかねいや多分これなんだろうと思うなんだろうこれ使ってみようかなんか X で強そうじゃねえみたいな何これ V って何みたいな感じで選んでますが親父ストツーゼホンダや、浜子 1P 2P バトルファンタジア勢のヤガモン Z イズムでバーディー 2P へさあ落とされて張り手まあ多分相当びっくりしたと思いますえキャラ選ぶだけじゃないのみたいな何これイズムって何みたいなそんな感じでしたねだ頭突き食らってこかされて足払いから頭突き小頭突きを当てていく浜子ヘッドバットで返されてここは中段を当てていく、はい、さあボディプレスヘッドバットなんか普通の体勢に見えますが大丈夫でしょうか飛び込んで飛び込んでそのまま投げたのはヤガモンのバーディー一歩選手さあ親父スト2勢ゲージ溜まってるけど分かってるんでしょうか大丈夫でしょうか浜子さんあれですよこのゲーム投げはレバー入れで中パン大パンじゃないですよパンチ3つですよパンチ3つですからね気をつけてくださいね、まあ、2つでもいいですけどあ2つでも大丈夫ですね同時押しですよ同時押しなんでね忘れないように、インストカードをチェックしてあ今試しましたね空振りましたよ空振りました空振りましたそうだったんだみたいな感じですねどうなんだよお前、ね、まあインストカードを見てくれると言いましたけどインストカード今ついてないですからね大会台に先前もってやっぱネットで調べとかないとダメですよこういうことは ネット社会ですから、ね、ネット社会なんてバカか死で言いますがネット社会ですよ今はネットバット決めてなんだヤガモンつえボディプレスからしゃがみ大パンチ当ててネット社会だからねさあサクサクと試合が進んでいいですね何でしたっけ次がフーミンさんとソウさんですねベガ対ケンです、ね、フーミンベガ VS ソウさんじゃんけんして席を決めてくれ一応先に言っときますよソウさん X イズムっていうのは空中ガードできないです空中ガードできるのを選ぶんだったら Z か V かっていうでも V とか選んでも多分よく分かんなくなるじゃあフーミンとソウさんじゃんけんしてフーミンさんが 1P 親父スト2勢ソウさん 2P へこの人は格ゲーが上手い人じゃないですそうですねパドルゲームがブロック崩しがうまいブロック崩しのうまい操作 2P で剣 1P 風味のベガお互い Z イズムを選択さあ勝利が波動拳の打ち合いから空中竜巻使ったところをサイコボールで落とされる操作空中で受け身とか知ってんじゃん知ってんじゃんねえ何だよあれやってんの、ね、ネット社会ネット社会どうしようおっと大勝利当てて見たか今の大勝利おめくり中キックとか出せんだろ大パンチするやばいっすね見たか、あれがソウさんの攻防だ
おい、スーさん、ちゃんと飛んできたら処理券打てんじゃん。飛んできたら処理券、親父のために今日はスピードノーマルでガチ勢には迷惑をかけていますが、ちょっと何この人、飛び込んで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 誰に打ったんだそれみたいな。ちょっと待って、大丈夫、チョキング入って。そうなんだ、しょうがない、大丈夫かだって、なんだしょうがない、危ない、空中ガードとかしてんねん。ソウさん頑張れ、頑張って足、ここはフーミンベガ落ち着いて、ソウさんを殺して一歩先週。さあソウさん後がない、2本目、親父スト2勢としては絶対、なんだよその技、今びっくりしたんじゃないですか、何それ、知らない技が、知らない技が出た、今の必殺技かな、みたいな、何このゲーム、技を多いんだけどつって、超裏から昇竜拳、昇竜拳、そしてジャブキックつながってねえし、さすがですね、つながってねえし、ダメですだから、親父はあのコンボ表示が出ちゃダメなんですよ。コンボ表示出ると恥ずかしいんで、カプコンさん、親父向けにコンボ表示、コンボなくしてください、出ないやつ、ね、さあ飛び込んで、とレッパー、北空へ向かって、北空へ連覇、北空へ連覇でダブルに合わせていく、フーミンベガ落ち着いてる、親父知らねえよと、飛び込みからつながってる、サインとすげえ、親父なのにサインと転がって、大昇龍国栄に投げて、ここはフーミンベガさすがに負けなかった、一回セットパーを見ると、いやでもソウさん頑張りましたね、いやソウさんはゲーム上手くなりましたね、ありがとうございます。ソウさん多分ここら辺にいる子たちのあれ年齢多分倍ぐらい、倍ぐらいいってますからね、大丈夫ですかね。いやでも3ヒットを見れて俺は今日幸せでした、ありがとうございました。じゃあ5試合目5試合目じゃあ1回目の最終ですね、タラバーさんの残儀、タラバーさんに聖騎士ベガ、じゃんけんして席を決めてくれ。さあ聖騎士さん、相手はマーブルスーパーヒーローズ作った人だぞ、気をつけろ相手は X メンとマーブルスーパーヒーローズ、ストリートファイター EX を作った人間、タラバー 1PA 聖騎士 2PA、 エーパーを気づいてて止めなかった人だ、エーパーを気づいて止めなかったタラバー 1PA スーパータラバーザンギー 1PA、聖騎士ベガ 2PA、 もうこの頃ゼロスリーの頃はタラバさんはおそらくカプコンを辞めてるはずなんですが、なぜかゼロスリーで参戦ということで、親父勢第二の資格、さあどうなる、お互いゼットイズボ選択、そう、いいですね、ゼロっぽくていいですね、ゼロっぽい、ゼロっぽいですね、ゼロイズムはいい、さあここはタラバ、親父でも出せるんじゃない、減らねえな、減らねえっすよ、なんだこのゲーム、さあ落ちてきたところ、通常技を重ねていく、セクシー踏みつけて、距離を取ってサイコボール、キック、おお大キック決めていくジャンプでパチ、垂直ジャンプ大キックは空を切る、バニッシングフラット見せて、バニッシングアウト、バニッシング見せながら、ダイパー殴って、ダイパー殴って、足払いからダブルに、ショーからダブルに、で中盤からデビルリバース、デビルリバースと投げ、うめえ、おっさんの動きじゃない、うまい、最後クラッシャー、かされたところに最後クラッシャーを放って、セクシーまず一歩選手、さあこれは開発者として負けられない、あ、まあ、ゼロスリーは開発してない、関わってないですよ、ゼロスリー関わってないですかね、気楽なもんですよ何スーパーストツーのトーナメントのデモからスタート、トーナメントのそこから X ヴァンパイア、X メント、X メンを作ったタラマさんがスクリーン決める、決めて、うまい、足払い、ぼかしていく、そうスクリーンミスって、スクリーンミスって売り切れた、スクリーン、パイルドライバー、パーリシングで殴る、パーリシング殴る、当たったよ、さあ聖騎士空中から攻めていく、デビルバス、サイコボール挟んで、さあ差し合い差し合い、飛び込んだのはタラバ、投げた、うめえ、やる、うまい、減らねえみたいな減らねえみたいなさあいつの間にかスクリューパールドライバー当たり前の技になってしまったんでしょうか、あんまり減りませんね、そうですね、カウンターヒット、大キック当てていくわ、聖騎士ベガ投げに、そのままジャスラゲニング、ジャックパン挟んでサイコボール、大キック、動いたところに大キックが置いてある、パニシング返していく、さあタラバどうする、どうやってこのベガに近づけばいいんだ、このベガあれ、マントしたまま戦うんですか、マントしたまま戦いません、飛び込んだところ最後の下避けた、お見事、さあキュール滑る、さあタラバゲージあるけど奇跡の逆転見れるのか、どうなんだ、大逆転受け身、あっとこれは今のは売り切れていた、完全にスクリューが売り切れていた、ダブに当たって大パンチバックだ、当てて当てて、そっからどうすんの、どうすんの、おっとやっちゃった、セクシー勝った、タラバさん残念、1回戦突破、セクシーベガおめでとう、
惜しかった。いやスクリューパイドライバーが3回ぐらい売り切れてましたね。残念でした。ありがとうございました。タラバさん、したらじゃあエモンさんのホンダと軍人さんのナッシュですね。じゃあエモンホンダ軍人ナッシュ、準備ができたら試合を始めてくれ。いやー和みましたね。あー今日はちょっと和みましたね。軍人ナッシュ 1P 2P エモンのホンダ、おあれですかね、 V イズム発送場ですか。スーパーカバーエモンホンダ、これが最新鋭の戦いだというのをエモンホンダがいかに見せてくれるか期待したいところ。そうですね、見たことないものを見せてくれる。そうですね、もうおっさんはゲームセンターから去れみたいな感じの戦いを見たいですね。さすがオリコンでどうミスってみんな知ってますか。これがオリジナルコンボですよ。知ってますか。あの残像ついてるのは残像ガンダム X デビューじゃないですよ。ガンダム X、 あのそうですね、グラディウスのオプションみたいにこう残像がつくわけですよ。それで中継技キャンセルできるというスインビー的な、スインビー的な分身みたいな分身ソニック、ソニックブーム倒して、どこで当たってる、どこで当たってる、どこで当たってる、強いなあれ、垂直ジャンプ大パンチ、どうソニックとチョッパー当てガードして、大キック走ってナッシュ。まずは軍人、一方選手、さあブイズム見せたいですね、現代の連続技を。え、こんなに技当たっちゃうの、レイン、疎通レインボーみたいみたいな。あ、ダメだったソニ、サーバーで返した、ダッシュ近づけ、大キック、ソニック、ソニック飛び込んで大パンチ、大パンチ出していく、中段は百貫は空中ガード、空中ガードで駆け引き読み合いを拒否していく、スーパーズキガードして飛び込んだ、ラッシュうまい、めくりからアウト、サバ入れ、ちょっとスピードが乗ってやりづらかったか。そうですね、今のスピードの弊害かもしれませんね。ち、親父って感じですかね今のは。さあブイズム、おっとオリコン決まるか、いいよ、なんか変なの食らって、なんかよくわかんないもん、何あれ初めて見たみたいな、そんな感じのオリジナルコンボが入っていく。ソニック、ソニックジリジリしたストリートファイター戦が続く、転がってきたところ、大キック、お見事エモンホンダ、一歩選手、あ、じゃねえ、ごめんなさい、一歩取り返す、ドスパイ当てて、ドスパイ当てて、しゃがみしパンチも強いな。そうですね、でゲージ溜まって、ゲージ溜まったいつでも、さあ Z のオリジナルシュー、 Z が溜まっているが、あの、ま、ゲージが溜まっているが、先に折り込んでゲージを解放したのはエドモンドホンダ、エモンホンダ、おっとここはクロスファイ当たって、レベル2で当たって、ソニック化されてジャンプから攻撃、画面端追い詰められているエモン、どうする、飛び込んでケツ、台足、ボイチョボディプレスからジャック足、パーチ嫌がって追い返す、クジナシュゲージが欲しいホンダ、ゲージが欲しい、そう、おっと安いし、これどっちか、いや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 、はい、じゃあ雨宮さくらとハレンチタツタンじゃんけんして席を決めてくれ。雨宮さくらとハレンチタツタン、ワンピー側に、ワンピー側に、あ、あれですね、ハレンチタツタンですか、ハレンチタンなんですね。2P 側に天宮さくら、じゃあ先ほどそうですね、先ほど0回戦を勝ち抜いた天宮さくら 2P へ、そして出てきたハレンチダン 1P へ、お互い Z リズムを選択、距離を詰めて大キックで牽制、様子見からガードをさせてハレンチダン大キック、あ、でもこのゲームはあれですね、あのストリートファイターシリーズなのにガードクラッシュとかいうなんかシステムありましたね。そうですね、 SLK に、影響を受けたシステムがございましたね。足場で決まって、こかされるのはハレンチダン、おっと危ない、多分これ後付けですよね、空中ガードが、ね、やりすぎて、これやりすぎじゃね、ガード体力奪えなくね、じゃあガードクラッシュさしとくみたいな、各班ガードクラッシュで決まっていく、ハレンチダン体力的に相当不利ですね。さあ雨宮さくら追い詰めて、なかなか雨宮さくらはストリートファイター分かってますね、うまいですね、大キック浮かして、昇竜拳、昇竜拳削り切れず、足払い、足払い、雨宮さくらのところに一歩選手、さあハレンチの後はない、もっとハレンチに攻めてほしいですね、相手は女の子、裏から大パン、大パン決めて、じゃあキック決めて、大パン出し、ダメ端背負っている、
アメヤサクロの攻めを拒否、ジャンプして避けていく、ジャックパン挟んで飛び込んで、ジャック足で返していく、アメヤサクラ昇拳、あ、じゃねえや、波動拳出していく、おお、ラグーゲグ決まっていく、もう一丁空中で決まる、クラッチャーして急ヒットと、目に当たらず、当たらず、ダイキック、ショーで飛び込む、ダイパー決めて、ダイアシバルでこかされる、中段しっかりガード、ダイアシバルでこかされて、さくらダイパンチ当てて、ダイパンチ当てて、ショーゲミスって、ショーゲミスって、ショーゲミスって、お見事、ハーフミヤサク一回戦突破おめでとう。じゃあ次、クルスアドンダルシム、北さんさらとジャンケン先生を受けてくれ。北佐賀トガワンピー、クルスアドンがツーピー、ザンクローム総研での、長州オリンピック優勝者クルスアドンがツーピー、今日はダルシムを選択、 Z イズム対して先ほどゼロ回戦を突破した北佐賀とワンピー、このゲームダルシムはかなり勝ちキャラだって話を聞いてるんですよね。ああそうなんですか、なるほどね。さあ大パンで吹っ飛ばしたのは北佐賀と、ここは大パンで返していく、大パンの振り合い、これカウンターでもなんかいらなくね、このシステムって感じなんですか大味になりすぎみたいな。カウンターで当たるとダウンするってことなんですか。ダウン、大攻撃が、まあ、そのせいでダルシムとかあのブンブン振られてると結構困った感じで、なるほどね。投げていく、さ北佐賀と画面端に追い詰められた、クルサード投げられた、この辺でストリートファイター力が試される。どうする、飛び込んで、ダイパン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 、あ、ガードクラッシュ狙いってことですね。スラ食らって、スラ食らってドリル、しかしダイパンで返してくる、ダイパンしかやってねえじゃんみたいな、ダイパン、ダイパンチ、素敵なサガット、ブンブン、ありがとう。しかしゴーはスパゴーメルに込んだ、お見事、インフェルノ食らって、さすがでも 0-3 ですね。 0-3 はあのダメージ食らった時にあのタイミングボタンを押してったんで体力減らなくなるはずなんですが、あ、なるほど。あっ、タイガーギャローが待っていた、あーた、普通にレバーガチャレスで食らってますからね、純粋に食らうと。まずは北佐賀と一歩先週、さあ2問目、北佐賀との戦い方はいいですね。システムを、スライディング食らって、ね、使って、オード、しゃがばで返して、大キック潰される、タッチオキック、タッチオキック、さあクルサード、アドはない、どうする、ジャックパンで返して、スライディング、スライディングで返せるって気づかれたのか、気づかれましたね。で投げて逆にスラ連打、オートめくりガード、足払い、足払い重ねていく、飛び込んだ、下サガとシーカルガード、クルサード下台が、下台が、下台が、大パン重ねようとしたけど下台が、大パン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 、オリジナルコンボですね、オリジナルコンボ。ダイパン殴る、危ないぞ、クルサード、ピンジャー出てるよ、スパゴン重ねても、インフェルノはカウンター、いっとアッパーカットは、足払い、こかして押せよみたいなと、投げは、投げ入らない、上を当たる、上出し当たんね、クルスアドン、まず一歩取り返す、和む試合が続いていくが、1-1、どうなんだ、飛び込んで、お宮からドリル挟んで、カウンターヒット、お互い技を交錯する、ダイパンの戻りにスライディング、そうですね、もうダイパンじゃ暗い飽きたよと、暗い飽きたよ、めくってそのまま投げた、北坂と飛び込んだ、ここはオリックスのもう潰される、ヨガストライク発動も潰される、安安ジャッパンさんで、ジャッパンで、おっとヨガセカン、いいよ、足払いから裏回って、しかしめくられている、おっと続かねえみたいなね、デンジャーよ、クルサード、ガードクラッシュ目前、ドリルで返して、あっ食らっちゃった、飛びのぐちゃい、クル滑る、大パンチ、パンチキック当てて、あっと飛ばされる、おっかり滑る、逆転、体力逆転した、北下がっと諦めないで、ドリル大パン、大パン、ガロして、ドリル浮かして、スライディング、やっとやばい、安い、やらせて、安い、キャノン、うわ、たんで、残り数ドットの戦い、ファイヤーで打ち目で、うわー、対空できねえ、ジャンプ、あー、ダメ、負けまって、下下がった、なー、
ほど。微妙な試合ですが盛り上がりました。ありがとうございました。では次、ヤガモンと今吉龍、ジャンケンして選曲めてくれ。ほんわかしてますね。ほんわか対戦が続く03大会。大丈夫大丈夫かこのゲーム。ヤガモンツープ、どうヨアとなんか今吉さん03っぽいものがヨアと見れそうですよ。おっと今吉さんは最新システム V システムを使っているという V 作戦ですよ。 V 作戦、そうですね、 V 作戦、 V 作戦に対しヤガフォンバーディーゼロイズムで挑戦。さあ来た、おーっと潰される。 V 作戦、 V 作戦失敗です。サクの勝利というか、サクが勝ちました。さあと来た V 作戦、これは波動喧嘩されて大キック、中段切って、おっとミスって、シュガーラッシュですね。シュガーラッシュ、いやー当たってなかった。ゼロカウンター、ゲージを使って返していく。ゼロカウンター、勝利、ジャンプ大キックの潰したんや。大パチ、ヤガモンまだ分かんねえよ。大勝利、当てていくのはめくってダスバキ旋風脈の連続技、痛ぇな、痛ぇ。ガードしてイーマクシー、リュウリードの状態、ホワイオコチュー入れて、まずはイーマクシー一本選手。さあ2本目、さあバトルファンタジア勢としてはちょっとこれは負けられないですね。ヤガモン頑張れ、大キック決まって飛び込むが、オリコン頑張っていた、ストリートファイター2で陰謀を意識して作られたというオリジナルコンボ。本当かよ、嘘です。適当なこと言ってます。足払い、足払い、テンパチ、ヤガモン頑張れ、足払いでこかされて起き攻め、小足中足かされていくのはおっと冷静、冷静だね。あ、受け身取って昇竜拳当たっちゃった。じゃあかしばれ、中段は拒否、大キック、大足払い決まって飛び込まれて、めくられてるし、ピヨピヨ、ヤガモンお疲れ、今日はありがとうございました。ということで岩岸龍1回戦突破おめでとう。これが最新システムオリジナルコンボだということで、じゃあフォレさんですね。フォレさんと BBC、じゃんけんして、これはストフォー勢とゼロツー勢ですね。いいですね、ゼロスリーやってねえじゃんみたいな。フォレさんと BBC、 じゃんけんして席を組んでくれ。さあフォレバルログ VS BBC のローレント、バルログとローレントでもうお互い多分地上にいる時間の方が短いですよ。そうですね、空中戦が期待できるのかなと思いますね。立体的な戦いが楽しめようということで、ね、BBC ローレント 1P へ、そうです、ね、地上にいる、フォレバルログ 2P へ。さあファイナルファイトの世界から参戦ローレント、2P はスト2の世界から参戦バルログ、最初からいるだろうという話なんですけど、あでもゼロスリーからですよね、バルログはね。そうでした。さあ距離を取って飛び込んできたところ、垂直ジャンプ攻撃で返していくのはバルログ、これバルログ。さあ距離詰める、受け身を取るロレント、もう一丁返していく、足払い重ねて、足払いで追い返すロレント。さあここは BBC 飛び込んでスライディング、ナイフ投げて固めていくわ、ゼロカウンター、いいぞ、ゲージを使って強制的に技を返していく、ゼロカウンター。と少々大と少々大ナイフ、さあガードクラッシュ進んで、じゃあ攻撃からタイパンで拒否、さあオリコン発動、ガードされて、ガードされたか、ミスだった、おっと叩き待て、ゼロツーだと繋げられないのに繋がっちゃった。えらいゼロ2だとパドボットサークルちゃんとつながる、BBC、今日の BBC は調子がいい、 BBC のレート一歩選手。さあ BBC リーチをかかってる状態、ここはフォーレバルログ何とかして返したいところ、飛び込むか、安定の強い技で返される、飛び込んで連続技、攻めが取れて、攻めが取れちゃった、サムライスプリッツみたいですね。大パン大パン、攻め広い、攻め広い、ジャックジャックジャックと重ねて固めていく、三角飛びからシャシコも必殺技拒否、うまいですね、ナイフ投げて固めたところゼロカウンター、オリラはパルログ攻めを拒否、スライディングガードして、そうクラッシュして、ッシュここで調子決まっちゃったよ、とポケット、 BBC ロレント。じゃあ次フーミンベガとバージョン剣、じゃんけんして席を決めてくれ。あ、ゲンか、ごめん、バージョンのゲン、フーミンメガバージョンゲン。
先ほど総さんを惨殺した風民ベガワンピーバージョンゲン2ピーお互いゼトイズムを選択さあスラでこかしてファーストアタックは風民最後ボールを重ねていくゲームを固めていくわ見てから見てから当てんの余裕でした13ヒットでセイガード削って削って大パチンさああという風にうまいやるさあフミの受け身読んでジャンプキックを置いておくゲンバージョンゲンあっと今の入らなかった対空できなかったジャックパンガードしてリバースもカードジャックパンジャックパンジャックパン追い返して飛び込んだところは相打ちジャックパン刻んでまずはバージョンゲン日本選手さあ2本目お互い距離を取る唐突にスライディングはしっかりガードジャップキックで空中投げ空中投げうまい踏み目がさあ最後ボール重ねて当たっちゃったよ最後ボールもう一丁ジャックパン最後ボール転がっておける当たっちゃったここはちょっとマッチスタイルで対応したいところジャックパンで返して相打ち飛び込んでしたところもう一丁相打ちジャックパンで落として最後ボールしかし追い込まれて飛び込まれてゲンの連続技が入っていくピヨってなんだよこれピヨってビセット5ヒット投げポーズを使っているな投げポーズを取ってるとどうやらカウンターが回らないみたいですそういきますねでさあ最後クラッシャーをガードやばい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 ピヨったダメピヨったお疲れちゃん風民ベガバージョンゲー行かせとバッ面白いですね全然知らなかったそんなの、じゃあ12試合目レオン、レオンハードレオンハードトッピーさんですね、トッピーさくらじゃんけん成績決めて試合を始めてくれこれあれ投げポーズであれですねカウンターが隠れるっていうか消えてる状況は減らないんですねああそうなんですね新しい知識最新の知識ですねそうですね最新の格闘ゲーム03はいろんなシステムがありますそして両方とも X イズム X イズム渋いですね X イズムの特徴はまあ疎通 X 準拠ということなんですけど両方とも疎通 X にいねえじゃんそういないんですよね何が X 基準なのかさっぱり空中ガードができないということがあと火力が高いですね火力が高いあとすげえってんだけど本当だジャンパーチ決めてさあレオハードアドン体力的に後はない距離取って若干締めて飛び込んでタイガーにで返していくそう黄金のかかとはガード若干足刻んでさあまずはトッピーさくら一歩選手さあ2本目距離をつけて調子出していくがしっかりガードさくら大足払いそう体育大足払い新しいですね大キック足されてかかとが入っていくもう火力がもう言うのかとにかく高いですね足払い入ってもうあのヘリ足払いさくら頑張れ追い詰められているアドンはジャンプキックが X イズムはないみたいですねああなるほどジャンプキックが全部あのこれになっちゃいますねそれになっちゃったことですねなるほどなるほど面白いそうなんだあれと一緒だストワンのじゃあアドンはいそうですねコンピューターしか使えないだから X イズムじゃなくてストワンストワンイズムということで昇竜拳当てめぐりガードジャガシバレもガードしてカウンターヒットお互い打ち当たってさあ回転キックが大キックということでそのままパンチでダメージ追い詰めるアドンおっと公開されたまだ分かんない手足払い体力がじわじわ減っていくアドンがタイガー2で返してレオンハード一歩取り返すさあ大会中にコマンドを確認するなっていう話なんですけどまあしょうがないですねタイガー2決めていく大キック手足払いもう一丁ここは丁寧にガードを重ねればクラウンド食らったバコエールシーこれが X イズム大パンチで大空大キックからアスパゴーンガードしっかりサグラガードしているトッピいやいやいや飛び込んでおうバーキックで返す出た出たとか喜んでる喜んでる数字技を確認してるもう今1987年のストーンかということでそうですねじゃあレフォード大パンチでアドンすげえぞ興奮してる親父ぜみたいなセリフは言わないように
じゃあ、聖騎士ベガと、これ、コンちゃん。コンちゃんローズ。じゃんけんして、せきよく見てくれ。聖騎士ベガ。聖騎士ベガが2ビガ。先ほどマーベルスーパーヒーローズの開発者を惨殺した、聖騎士ベガ。2ビエ。そして、エクスイズムで登場、初登場、コンちゃんのローズ。さあ、お互いブルーのカラー、後ろに下がって飛び込みが豊作、カウンターヒット、相打ち。エクスイズムはとにかく火力が高い上に、空中ガードができないというシステムになってます。あぶれガードした。あの辺のスパコンは食らいたくないところ。ガードクラッシュゲージも長い。ああ、そうかもしれないですね。おっと、浮かされて大パンチ、しかし受け身を取ってしっかりガード。ベガ大キック重ねるか、ダウン。ナシマルピヨって第1中と生きていてもスパイラル食らって死んでいたでしょう。そうですね、コンチャンローズ。まず一方選手、さあ2本目、大キック決めて飛び込んで足払いを重ねて固めていくが、ショーキックでカウンターで返していく。セクシベガ後がない、飛び込むが体育で落とされて大キック、判定の強い技を重ねて差し合いを制していく。ダブル2カード出し払い、どうする、いいバース決めるも、カードこのトリカゴからなんとか抜けたいところ。大パンで浮かされたところにもう一回大パン飛び込まれて投げ返す、しかし受け身を取っている。コンチャンローズ落ち着いてますね。さあ、ここはちゃんと下座決めて飛び込む、大キックどうする、昭和終了やってるところ、飛び込んだところに最後ボール、ダブルに踏まれたけど大キック、ダイパー決めて、いやー差し合いですよ、差し合い、ゼロっぽいですよ、スト2っぽいですね。おー足払い、先に見たのはコーチャローズ、最後ボール重ねて、おっと足払い重ねたが最後ブラッシュ、最後ブラッシュ、分かってたよと思ったけど何もできなかった、爆破何もなし。ここで超出現さった、コーチャローズ一回戦突破おめでとう。さあ、じゃあ2回戦ですね。じゃあママミヤさくらと軍人ナッシュ、じゃんけんして席を決めてくれ。2回戦始めたいと思います。さあ、天宮さくら 2P 両方と 0-3-0 同士みたいな、どん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  0-3 っぽい感じの、だんだん 0-3 っぽくなっていくんでしょうか。まあ、お互い Z イズムを選択して対戦をしているという状況ですからね。このゲームはとにかく減らないですね、減らないですね。まあ、あの90年代後半から2000年代にかけて、なぜか業務用ゲームは減らないブームが訪れて、体力ゲージが減らなくなってしまいました。どっちがいいのか悪いのかは僕は知りませんが、とにかく帝でやってる大会に、いろんなタイトルやってますけど、それに対して減らないのが 0-3。 スパコンを決めて、グジナッシュ、あっという間に桜を締め上げる。一歩接種、飛び込み、ショーパン、ショー足、レベル1ソニックブレイクからの直接サバサドジャスティス、レベル2で。さあ、距離を取って桜、波動拳を打って飛び込む、飛び道具誘ってジャンプ攻撃をしていく、自ら攻める、大パン対空しっかり決めていく、飛び込んで足払い、もう一度飛び込むが、サーマーで押される、転がり読まれてジャックパン、中段届かねえ、ソーバットも届かない、いい差し合い、まるでストリートファイター、ストリートファイター 0-3、 飛び込んで攻撃当たるもジャック足を追い返して、いい距離感を保って一気に飛び込む、サクラダイパンで返す、無事ダッシュ、ダイパン落として、ダイパンと落とす、中段当てる、いいよ、中段読まれて止まれる、出し決めて飛び込むが、サーバー空中ガード、あーやっちゃった、しかし空中あとはなかった、サーバーを出して、それに重ねて、ここでおっと出ない、潰された、ソファーと決めて、波動拳飛び込んだ、ダイパン待っていた、お見事、一歩取り返す、
さあ1位ストリートファイター戦から出し払い、こかしていくの天宮さくら、じゃかしじゃかし出し払い、飛び込んで連続技決まんねえし、パンチを振って追い返すがガードクラッシュ寸前、空中ダッシュ大パキューで出し払い、どうクラッシュファイア出して、レベル2で出して、ソニックソニック飛び込んで距離を詰める、お互いの距離を保したい、いい感じのストリートファイター戦が続いていく、ダイパー決めて後ろにバックジャンプ、ダイパーね飛び込むが、これは決めたい、決めた衝撃決めての、もう一度飛び込んでしっかりガード、グジーラッシュ飛び込んで、おっとここは連続技が決まらなかった、ダイヤスパレ中段にスパゴンサスゴン、途中でガード重なりソニック、ダイヤスパレ勝ったのはグジーラッシュ、投げ狙いもバックジャンプで受ける、飛び込んだサクラ、おーっと繋がんなかった、繋がんね、お互い体力ねえけど、シークワードバックジャンプで受けるグッジーラッシュ、もう一度シークワード飛び込んで足払い、そう怪我待ってた、お見事天宮さくら2回戦突破おめでとう、じゃあ北さんサガットと、今吉龍ですかね、北さんサガットと今吉龍じゃんけんして成功決めてくれ、北さんサガットが 1P、 今吉龍が 2P、 さあそろそろレベルの高いやつらが、強いやつらが残ってきたんじゃねえの、ゼロスリー大会、親父はみんな死んだ、確かにあとはゼロスリー勢に全てを託す、昇竜拳今吉龍、中昇竜から攻めて、ここはオリコン発動も大パンチで返される、下下がとオリコン発動も大パンチ、あの大パンチはとにかく命の大パンチですね、そうですね、強いですね、それしかやってない、それしかやってないみたいな、扇風機からのピヨッテ、昇竜拳でピヨッテ、見たいな連続技、お見事決める、親父たち、そしてもうやりたい放題、やりたい放題、親父たち見たか、こんなに繋がるんだぞこのゲームはということで大キックはもう一回ピヨッテ、中段じゃねえや、中キック当てて、まずは今吉龍、いいポーセッシュ、さあ2本目どうなる、飛び道具の交換の試合から垂直ジャンプで大キックを狙っていくが、下下がと、おっと正代波動拳3ヒット、大キック使ったところに中後スペで、ハイパーチかっけえな、かっけえな、あの決まった、死んだ か死んだかこれ、おっとしっかりガード、あー波動拳ねえだ、ストリートファイター2レインボーっぽいこの波動拳ねえんだから、今吉龍2回戦突破おめでとう、レインボーコンボですよ、さあじゃあ10試合目 BBC とバージョンゲン、じゃんけんして席を決めてくれ、BBC ロレント、バージョン3のゲンがスーピー側、 BBC ロレントがどっちも強そうですからね、ちょっとこれはいい勝負が期待できそうですね、途中足から食らって食らって体力3分の1なくなったからスタート、そのまま投げていくゲン、バージョンゲンかっこいいですね、すげえな、うまい、ストリートファイターとゼロシリーズのね戦い方を熟知してる感じ、バージョンゲンガードさせてめぐって投げてもう一度めぐりゲン押し付けていく、バージョンゲンサーローレット、後もない頑張ってほしい、中段ここは中段決まって、バージョンゲンあっという間に回あの一歩選手、さあ2本目、このスピードでも中段は食らえるもんなんですね、そうですね、やっぱスピード遅いと親父が中段見れるかなと思ったけど、親父は見れないということは、そもそも中段なのかすら分かってない、分かってないみたいな、違う、そもそも中段って何みたいな、そこから説明なのかもしれませんね、さあ膝の戦いとして飛び込む、上条件
逃げるロレント、サンガル飛びからダイパンチ、しっかりガードゲン、ダイパンチ決めて、ダイパン、ダイパン殴って、ダイパン、空中コンボ決めていく、ゲン、うまい、読まれていた、受け身、あー、下座の隙に連続でピロッていく、バージョンゲンタイムが始まっちゃったー、お見事、バージョンゲン2回戦突破。じゃあレオンハードアドン、コンチャンローズ、じゃんけんして席を決めてくれ。コンチャンローズとレオンハード、両方とも X ですね。 X アドン、 X ローズ。じゃあ X ローズ、さっきは対空で出るキックが出て大喜び、果たしてそのコマンドは覚えているのか。もう忘れ、あ、ただの近距離大キックな、近距離大キックはうなるか。レオンハードアドン返して、コンちゃんのエクスイズムのローズ、お互いエクスイズム、空中ガードはできない、ストリートファイター戦が楽しめるのではないでしょうか。さあ始まるラウンド1ファイト、離して、いきなり離したが、その隙に離された、すげえ、半分以上減ってタイガー2が決まって10ヒット、ファンタスティックですよ、ファンタスティック。鬼ヘリエクスイズム、足まで重ねて、ちょっと今コンちゃんローズ選択を間違えたか、大キック立て、ナイスバレーで返していく、トリトムをガードされる。さあ最後僕がないところを削り殺したいと思ったんですよ。まずはショーキック大パン決めて、レオファード、あっという間に一歩選手、しかもやらなくていい立ち大パンチ、立ち大パンチね、あったまる大パンチですよ、そうですね、あったまる大パン。さあ飛び道具読んで三角キック決めていく、足バレー、大キック、大キック、黄金のかかとですよ、黄金のかかと、黄金のかかとはただのジャンプキックで、あれはやりづらいですね、出ちゃうのは。逆にね、足まで重ねたが、ジャックパンで追い返していく、コンチャンローズ、あー、食らっちゃった、足まで、ガード、大キック、ガードして、差し合い選手いきたい、コンチャンローズ後がない、足まで、からバックジャンプ逃げて、三角飛びのキック、大キック、決めていく、ダイパー決めて、読まれた受け身、離して、バランスがしっかりガードしているコンチャンローズ、返す技がない、さあ残念、ワンツー決まって、レオンハードなど2回戦突破おめでとう。さあ順当に上がってきた強い猛者たち、準決勝を始めたいかなと思いますね。天宮さくら、今岸流、じゃんけん新関組の天宮さくらと今岸流、2ピー側に今吉龍、ワンピー側に天宮さくら、これはいい試合期待できそうだ。天宮さくら、ワンピー、そうですね、今席を迷ったらあっち側がワンピー側ですよみたいな、ワンピー側に無理やり座らせようとしましたから。なるほどね、あー2ピー側じゃないと技出ないんだみたいなね、おっさんみたいなことは言わない。天宮さくら、ワンピー、今吉龍、2ピー、 Z と V の戦いはっきりさせようぜ。ハドケ打って、あっと、あスパゴン打ってた、途中でガード、サクラ、あー食らっちゃった、途中からあの辺に、これが 0-3 のプリズムの脅威の火力、飛び込んでハドケ、なんだそれ。さあ天地アゲージ光ってるけど、攻撃ガードしたくない、ダイバーからの勝利権、ダイバーが勝利権ね、絶対読んで6攻め拒否していく、中断で少々で終わって、で折り込み食らっちゃった、折り込み食らったよ、ガード食らしたって、ガード食らしたって、飛び込んでいく、まだまだ今岸のターンが続いていく、勝利今岸、一方選手、さあ2名ハドケ打って、さくら追い返す、さあ中キック、粘りの中キック決めて、垂直ジャンプショーキック、飛び込んで中キック、ジャックパンク刻んで波動拳固めていく、固めていく、で昇竜拳ね、大重ねる、オリコン置いてくる、ゼロカウンターで大パン重ねるから中外刺さって、足払い返していく、アムリアサクラ頑張れ、超波動の構えで騙されました、空中投げ、
じわじわ。あー中段動いてたところに刺さってしまう。中段じゃねえか。中キック食らって食らって飛び込む。今しクラッシュしてオリコン、オリコン決める。昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳ということで、今し竜お見事決勝進出おめでとう。バージョンゲンアドン、レオンハードアドン、バージョンゲンとレオンハードアドン、どっちでもいいよ。そんな気持ちで大会やるの、まあでもどっちでもいいですね。どっちでもいいよ。じゃあ 2P で、じゃあ俺が 2P でぐらいのいくよね。そんぐらいのがいいですよね。じゃあ俺 2P でみたいな、そんぐらいのがいい。どっちが好きなの 2P 側みたいな。そうそうそう。さあレオンハードアドン出てきた。エクセイズム対して先ほどから怒涛の攻めを見せている Z イズムのバージョン剣、勝てるのか。アドン頑張ってほしい。攻めて飛び込んで足払い決める。オート大キック呼んで空中コンボ、そして地上に置いてあるスパゴン。レベル3で食らって、レベル3ですよ。鬼ヘリ、何あのヘリ、脅威のヘリをしました。脅威のヘリですよ、脅威のヘリ。ジオン脅威のメカニズム、ジオン脅威のメカニズム。バージョン剣カウンターヒットさせて、オージャパン連打であっち行けと、こっち来んなよと、こっち来んな。さあ2本目レオンハードアドン、あとがない。どうする、垂直ジャンプ決まってダイパンから、いやしかしここはタイガー2で返していく。ジャックパン、ジャックパン、ダイヤ縛れ。おーやばい、3ヒット、おやじ勢貫類の3ヒット、昭和縛れでしたね。夢の3ヒットですよ。飛び込んで大キック、まだ分かんない。飛び込むゲン、しっかりガード、レオハード、スパコン出したも読まれてガードされる。飛び込んでジャックアシマレガード、飛び込むが相打ち。あー一方的に今勝ちたかったね。ねえ、おめくっちゃったよこれ。おー当たんねえ、繋がってる。回転からあっち行け、ゼロカウンター、バージョンゲー決勝進出おめでとう。落ち着いてましたね最後まで。はい、下じゃあ21人の03選手たちの頂点出すのは、そうです、ね、バージョンゲーなのか今吉龍なのか。じゃあ今吉龍バージョンゲー、じゃんけんして席を決めてくれ。さあ2013年9月現在、ノーマルスピード最強の男を決めるこの一戦、宇宙で一番ノーマルスピードの03は俺がうまいんだと2ちゃんにかける権利がここで手に入れることができる。今吉龍 1P、 嬉しくねー。バージョンゲン 2P、 嬉しくねー、全く嬉しくない。どうでもいい、俺ノーマルスピードだったら宇宙で一番うまいんだぜ、書いていいんだよ。ここで勝てれば半分減ってる今吉龍。バージョン系のこの落ち着きっぷりがやばい。竜巻スカッて、大丈夫ない、危なかった。オリコン打っちゃって垂直ジャンプでロスセット、うまく下げたが途中まで笠谷に衝撃当たってるし、あとオケ飛び込む大キック、カウンターヒットしたところ浮いたところ大キック頑張っていた。バージョンゲン最強の男までリーチ。さあ2本目めくってファーストアタック、バージョンゲンを奪っていく。イバクシリュウ後ろに下がってじりっじりっと中足払いで近づいていく。アドケン打って牽制して飛び込んだところカウンターヒット、うまい。あしかし当たった当たった、使いどころは悪くなかったがしっかりガード、お途中で当たった。最小限の被害で対比していくバージョンゲン、中足下がってと足払いに、うまいですね。アッパー浮かしたところに超質が待っていたマキシマムスパイダー、笠谷大パチ、大足払い、まだ分かんねえよ、勝利出して、頑張りマキシ、大キックされて、ノーマルスピードで一番強いと俺は言いたいんだ。ガードクラッシュ、バージョンゲン負けられないこの戦い。大キック受け身で後ろへ垂直ジャンプから飛び込んで勝利、当たらない、足払いを空振らせて足払い飛び込むんで、と勝利体育出せなかった。これはこのまま殺したいけど殺せんのか、殺した今吉龍一歩取り返す。まだわからない、チチ泣いても笑ってもここで決まる。めくってジャガーシバレ、ダーシバレ重ねて
切り直し、ファーストアタックはバージョンゲン出しまない、しかし残り空中投げ読んでいた、パラ波動拳挟んで飛び込んでいく、必殺技で追い返す、バージョンゲン昇竜が出せない、昇竜出せない、出てなかった、カウンターヒート、横横中入れて空中投げ、剣が決めていく、さあ体力的にリードしてるのはバージョンゲン、出しまない、ここは取り返したい、2、3発技を当てておきたいところ、飛び込んだところに、出なかった、出なかった、シュガーラッシュ、ここでまさかの、そしてスパコン折り込まっていた、ガードしているガードしている、中段飛ばして昇竜拳、どうなる今の、どうなの、レバーエルの鎖骨が遅すぎてカラキャンセルになっちゃいましたね、カラキャンセルだと思って、チョイス、スパイダーは当たらない、波動拳で返していく、追い返し昇竜拳、いいよまだあかんねえ、大爆破されて波動拳飛び込む、ジャパンで浮かす、オリコンいいところ使った、あっいけるか、あっと頑張れイワキシ、おー終わった、おお昇竜拳ゼロだった、マジか勝った、バージョンゲー優勝おめでとう、あー最後は熱かったですね、最後の最後盛り上がりましたね、ゼロドットからの戦いを、夢の勝負をバージョンゲーと今岸流僕たちに見せてくれて本当にありがとうございました、景気を良くする戦いだったな今の、ありがとうございました、じゃあバージョンゲンさんちの優勝者のバージョンゲン、あの一言いただいてよろしいですか、さあ、うちの池波の奥が優勝商品を取ってきてる間に優勝したバージョンさんに一言もらっておきましょう、いやまあ楽しかったですやっぱり別ゲーですかね、全くの別ゲーでちょっとやり慣れてないんで戸惑いましたね、でもまあ今後もノーマルでやろうとはあんま思わないですねさすがに遅すぎましたから、はい、じゃあノーマル全あの01、02、03、まあ、全部ノーマルでいいやとか思ったんですけど、03ってデフォルト、あの基盤立ち上げて初っ端なんのもう完全デフォルトがターボ1に合わさせたんですよね、あターボ1がデフォなんだ、あでも発表しちゃったしもういいやみたいな感じで話してしまったんですが、で03アッパーっていうゲームはどうなんですか、あれは何ですかね、格闘ゲームじゃないかもしれない、格闘ゲームじゃないかもしれないラグもうゲームそのものがラグってるゲームなんで、ちょっと、うん、エミュレーターやってるような感じなんですよね、あれ、うん、次回うっかりやるかの可能性があるんですけど、ゼロスリーアッパー、ゼロスリーアッパー勢とかいうふざけた連中はいるんですかね、いや多分世界中どこにもいない、世界中どこにもいない、やばい新ゲームですよ完全新作ですね、やるしかないですねでもね、優勝したバージョンさんおめでとうございました、優勝海外版さん、海外版のサタン、まあ、どこで手に入れるんだ、それ、海外版のサタン版のヴァンパイアハンターを進呈したいと思います、それでは、我慢して遊んでくれたバーチャル芸人みんな大きな拍手を、引き続き02がもう間もなくエントリー締め切りですね、01はあのもうそのままエントリー受付します、はい、じゃあまあ切りがいいので4時にトーナメントのくじ引きをさせてもらえればと思いますのでよろしくお願いします。そうですね、じゃあ今後も03大会機会があったらやりたいと思います、ターボスピードは店員さんに相談してください、親父に相談してください、よろしくお願いします。じゃあ03大会以上終了、多数のご参加誠にありがとうございました。じゃあ02大会準備ができ次第始めたいと思います。
あはい、ゼロ、それではゼロワン、ゼロツーともに今現状参加が27人ですね。27人エントリーをそれぞれしています。引き続きエントリーは、受け付けてますのでよろしくお願いいたします。4時からトーナメントのくじ引きさせてもらえればなと思いますのでその辺もよろしくお願いします。あ、そうだ、先に言っておきます。この大会台から に一番近いゼロワンですね。このゼロワンで慣れてると大会の時に本物のゼロワンでちょっと具合悪いと思うので先に言っておきます。全然違うバージョンです。ナッシュの中足大足しゃがみ大パンチにキャンセルかかる、まあ、初期ごくごく初期のバージョンですねのゼロツーになってますの、あゼロワンになってるのでナッシュ強いみたいな感じで楽しんでください。あとはあれかな、リュウとかケンとか の立ち台パンチの聖剣好きもキャンセルかかるのかな。ちょっとこれキャンセルがたくさんかかるおかしな仕様になってるので、まあ、懐かしいなっていうか、まあ、多分もう二度と遊ぶこともできないゼロワンだと思うので楽しんでください。
Yeah!
スイッチ入ったな。あ、すいませんでした、はい、お待たせしました。したら27人で締め切っちゃいますよ。はい、20、21、22、23、24、25、26、27人。 R タイプの取材が入ってしまって、すいません、お待たせしました。27人でじゃあ参加を締め切りますね。ゼロツー大会、あ、まだのじゃやっていいですよ。大丈夫ですよ。これゲームの音のがうるせえのかな。大丈夫かな。マイクの音とゲームの音どっちの方が大事なんだろう。ミッションコンプリート。ちょっとゲームの音量下げてみました。こんな感じでいかがかなというところで、じゃあくじ引き準備します。